吉田さんちょっといやらしいことなんですけどもマイ・バッハって車あるじゃないですかそのマイ・バッハって車を今私の余剰資金で買えるかどうかちょっとねグーネットで検索してみたんですよ一番上に上がってきたのが S クラス支払い総額1,522万月々のローン9万6,100円はっきり言って一括ですねこれはね S クラス678万言うまでもないです S, S クラス1,592万ちょろいです S クラス1,948万躊躇しますがどうしても欲しいなら買うでしょうね月々のローン15万8,800円このローンだったら楽勝ですマイ・バッハ2,038万月々のローンにすると16万7,800円とまあねマイ・バッハって別に無理じゃないですね もちろん新車価格知りませんので新車だと無理かもしれませんけども中古をねこうやって見る限りは今の私にはどれもこれも別にセルシオ買うのと同じぐらいのテンションで買いますこれはね自慢でも何でもないんですよ自慢でも何でもないですよでこういうふうになったのっていうのは私ね10年前までは金なかったですからね吉田さんもご存知のようにいや本当にね昔私はこうでしたっていうのをいや今聞いてもね昔知らんしみたいな人いるでしょ でも、その頃から付き合いのあった吉谷さんがね、ずっと私の姿を見てきて、逆に言うと私も吉谷さんの姿を見てきて、一スタッフで三脚でカメラをこうやって覗いてるところとか六本技術で見たり、あとはね、山口ゆくのセミナーに急に飛び入り参加して、僕は誰よりも馬鹿ですって言ってからね。で、見てたら、本当だ、漢字書けてねえや。なんだこの人は、みたいなね。いや、こんな人のね、話聞いてもしょうが、しょうがないことはないな。なんで俺こっちで、 講義聞いてるんだ何であの人が抗議してて俺が講義を受けてんだなんか今一瞬でもこの人バカじゃないかなと思った俺がバカだなと違うこれなんだと思ったんですよ勉強ができようが暗算できようがそんなこと自慢してるレベルではねダメなんですよ結局は情報発信をしている方なのか受け手なのかっていうことだけで線引きされてるんですよねだから私やばいと思いましたねとと思ったのと同時に 正解だと思いました。何が正解かっていうと、コメントを書きまくると、とにかく読まれる。ね。で、他の人がコメント疲れしても、私はずっと打ち続ける。いや、このコメント合戦でね、負けてるようなら、もう勝負はあったでしょ。ね。まあ、あの時に私は確信しました。このレース、俺向けだっていうやつなんですよ。結局、しつこくしつこくしつこくやって、他の人がくたびれてね、やめてしまった。なんか、くぼって広島の人なんか、 狂ったようにやってるねって、ああはなりたくないよねっていうふうになりたかったんですよ。なった。しつこく今でもやってますね。マイ・バッハが欲しいと言っていたご、ご本人さん。ね、マイ・バッハ、その情熱はどうだったんでしょうか。今は確かめようがありませんけども、マイ・バッハを手に入れようという情熱がほとんどない私でも今買変えるんですよ。ね、だからね、やることなんですよね。やることでしかできるようにならない。やらないことによってできるようになりますか ということが蓋を開けてみたらってことなんですよじゃあ蓋を開けてみるために今日のタイトルは蓋ということでございましたいってらっしゃい